ぶりでございます。ねえ、はい。こんにちは。ねえ、もう本当に暑いですので、皆さん水分しっかりとってください。ねえ、今日はまず1曲目、平成加古川音頭をお届けいたします。そして2曲目は、マハロ大切なあなたへということで、私が作詞しまして、作曲を皆さんよくご存知の伴修一先生がしてくださっております。で、今日はギターでねサポートに来ていただきました。まずは1曲目、平成加古川音頭をお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。踊れる方出てきてください。どうぞ、踊れなくてもいいからはい、ありがとうございますね。こうして開催できること本当におめでとうございます。そして嬉しいです。どうぞ、行きますよ、行くよはい、ね、いいですか、行きますよあ、いいよ、はい、行こうね、イエーイ、行きましょう。皆さん途中からでも入ってください。よかったら踊ってください。花力さん、どうぞ、間違ってもいいのでどうぞ。あ、そちらで、はい、わかりました、ありがとうございます。さあ、花力さんね、花を飾っていただきます。ありがとうございます。それではお願いします。さてさて、冬でございます。冬は
隣が松と高見倉でございます。目を閉ざよいつまでも優しく明るくむつまじく仰ぐのライク張りまくじ笑顔いっぱい愛いっぱい張りまかっこが夢いっぱい今日ありがとう。いつもありがとうございます。ありがとう。はい、ありがとう。ひろみちゃんもありがとう。さあ、続きまして、はるかうらら新曲ということで、今回は、自分で作りまして、歌詞をね、書きました。歌手生活15年ということで、やっぱり皆様の応援があって、今日まで歩いてこられることができたんです。まあ、その気持ちをちょっと詩に、託しました。そしてその曲を伴秀一さんね、もうバンバンラジオテレビなどでも有名です。ラジオ関西でもね、その伴秀一先生に今回ご縁がありまして、作曲をしていただくことになりました。伴先生どうぞはい、どうぞ。今日はね、ちょっと揃いで浴衣で行かへんっていうことで、はい、ちょっとこの辺ちらん、はい、ね、ちょっとこんなんもお揃いでつけたりして、はい、今日はやってまいりました。はい、ね、ということで、はい、さあ、もともと8月の28日に私ライブをウェルネスパークでさせていただくんですけれども、その時に発表ということで、その時は私がギターを弾いて演奏しながらシンガーソングライターはるかうららとしてさせていただこうと思ってましたが、こうしておどっこ祭りといういい機会をいただきましたので、今日ご披露させていただこうかということでね、伴先生も来てくださいましたので、ちょっと今日はね、こんな形でご覧いただきたいと思います。今はコロナの、ね、時で、大変な時で、私も加古川ウェルネスパークでレストランを始めました。レストランオーナーとしても今頑張っております。また皆さんレストランの方を覗いてください。私大体厨房の中にいますので、あまり表には出てませんけれども、ウェルネスパークのレストランもう頑張っております。またよかったら出てきてください。さあ、それではそろそろ歌わせていただきたいと思います。マハロ、大切なあなたへ。別れを繰り返し、この道を歩いてきた。限りある時のその中で、こうやって出会ってくれたのね。いろいろあっても力くれるから、どんな時でも愛を送りたい。マハロ、いつも笑ってたい。
マハロ。いつも夢見てたいマハロ。いつも笑ってたい大切な時間、大切なで残して旅立った笑顔の日々思い出す、一つ一つ拾い集めてはぬくもり優しさ抱いて、大空を見上げて My heart message 届くと信じて歌い続ける。いつもくじけないで、マハロ。いつも未来を見て、大切な時間、大切な。大切な時間、大切なあなたと。ありがとう。はい、パンシュウチ先生にもう一度大きな拍手お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はるかうららさん、そして播州一先生に大きな拍手を今一度お願いいたします。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。